はい、はい、入ってる。はい、本年最後の東京におけるですね、小平日の開催となりました。実は私は昨晩まで、ブラジルに行ってまいりましてですね、ブラジルの日本会議の方がですね、ご講演をと言われてですね、まあ、ブラジル日本会議の面々、たくさん集まっていただいてですね、私の思いをいろいろお話してきました。来られなかった人もたくさんいるもんですから、そのビデオをぜひ撮らせていただいて、見せてもいいでしょうかと言われたんで、了解を聞いてですね、多くの方にまたこの後、私の話を聞いていただけるかと思います。まあ、日頃私が思っているようなことはですね、先ほど皆さんにお挙げをしました。来月号のですね、アップルダウンのエッセイを一番先に、実はまだ最終更新が終わってない段階でありますが、ご覧いただいております。ぜひ帰られてからまた更新を迎えていければ幸いだと思います。まあ、ブラジルに行きますですね、日本以上にですね、日本精神を持つ方ばかりですですね、非常に私と連帯感が深まりですね、楽しい旅となりました。ぜひ日本にも頑張ってほしいというエールを受けながらですね、先ほどの話ではありませんがですね、私もこれほどいろいろと検証論文制度とか毎月の省営塾とかやっている中ですね、なかなかそういった考え方が正しいこと、本当のことがですね、伝わらずに大変残念ですが、先ほどなんてあったような結果となりですね、次世代の人が党名を決定して以来、非常に短い、時間しかなかったもんですから、比例でも全く票が入らずですね、厳しい結果となりました。ぜひともですね、こういった考えを広めていく中でですね、国民の世論が変わっていく中でですね、本当はどうなのかということが分かれば、みんな保守になると私が常々言ってました。まあ、ブラジルではですね、自虐教育は受けてません。ブラジルではですね、自虐的な、いわゆる反日メディア的な報道法に回ってない。まあ、私はちょっと残念なのは NHK がですね、ブラジルにも流れていてですね、若干問題はありますけどもですね、これ日本がもし正しい教育をし、本当のことをしてですね、正しいメディアがですね、報道されていたならばですね、こんな国はなってないだろう。これを縛っている大きな原因は、やはりアメリカの占領政策にある。そのプレス構造について私は何度も言ってますがですね、今まだどのメディアも、まあ、どのテレビも新聞もですね、正式にプレス構造という記事を書いたことない。私が広告で産経新聞に活字に手のしたのが最初で最後みたいな状況であります。このプレスコートに縛られているということは、サンフランシスコ講和条約によって執行すると杉田水脈氏が国会で質問に対して答えているにもかかわらずですね、メディアが依然それを自主規制ということでしょうか、守り続けている。どうしてでしょうか。戦後敗戦持続者と言いましょうかですね、そういうメリットを感じる人がストレス複合体となって今日今なおですね、日本をいわゆる間接支配している、アメリカがコントロールするですね、そういったストレス複合体、いわゆるこれは戦後まもなくアメリカが検閲制度を始めて、その検閲官となった当初4000人、延べで1万4000人とも言われていますがですね、その人たちがその後偏差値率に引き継ぎながらですね、今日に至ってもですね、まあ、アメリカと連携する、まあ、いわゆるステルス問題は、寛解を支配し、放送界を支配し、メディア界を支配しですね、今日に至っている、こういうふうに思います。本当はどうなのかということをもっと広めていけばですね、次世代の党はこんな結果でなかったろう。まあ、ブラジルの方を見れば、ブラジルの考え方が今の日本の全てであったはずですが、残念ながら
大きな会を兼ねて、まあ、ブラジル日本海に素晴らしい連盟があります。まあその後向こうでですね、サンパウロの総領事の会食会が催されて、非常に盛り上がって、まあ、多分ステルスでないだろうと思ったら、後で調べればいわゆる京都大学の法学ということですね。非常に私と連帯感が生まれます、まあ、まさにですね、目に見えない形でこれを日本を支配する、その層は私は戦後敗戦の者で言われる層で分かる。このメディアが変わらなければ日本は変わらないということでですね、朝日新聞が先日謝罪らしく会見したけれども、一個に反省のを示してないなと思ってます。さらなる追撃をしてですね、朝日が変わる時が日本が変わると思ってます。まあこんなようなことも含めてですね、今回実在のところから知らぬ間同士が今と選挙されたことは大変良かったなと思いますですね、園田さんも私でも当選10回とか12回と、ベテランが個人の力でそのエリアで小選挙で勝ち上がっています。次回ではこんなもんじゃない、大きな結果が出るようにですね、多分2年もするともう一度解散という可能性もあります。今回の選挙の結果を受けてですね、関西の支部長はですね、長尾隆さんが関西支部長として就任いただくことになりました。これまでの和田雄一郎さんはですね、関西副支部長として引き続き、関西支部を担ってもらうということで、先般、本人に投票いただき発表するとかいただきます。そんなわけでして、東京、関西、大阪、花沢ですね、引き続き、私が所有を開催していく意義もあると、こういうことをまた、まだまだ日本に行かなければ日本を変えるというのは大変なことだなと。でもまあ、安倍政権にとっては選挙を重ねる都度強くなります。という意味では安倍長期政権が見えてきたと、東京オリンピックまで頑張ってほしいという私のエールをいつも送っているんですけど、まあ、そういう意味では今回の選挙は実際にとっては厳しいけれども、安倍さんは党内少数派というふうに見られていた、まあ、いわば対外的には強く見えるけど、党内的には今卒だったのをこの選挙を機に強くなられたのかな。ぜひともですね、安倍さんの評価は非常に高いものがありまして、ブラジルでも多くの方々から私が今年の8月8日に来られた話をされていました。秋エビでも言っていた青木さんという人ですか、彼女の家で、そういう話をしていました。まあ、そんなわけで素晴らしい、ブラジルサンパウロとですね、イグアスの滝を決めました。これは私にとってもですね、歴史観というか考え方変えると言ってもいい素晴らしい発見でしてですね、作文は一見しかず、ぜひ機会があればイグアスの滝をご覧になれば、ナイアガラの滝10回見るよりも1回見る方が価値があると私は思ったようだ。実はナイアガラは3回見ることがあるんですけども、今回はアルゼンチン側とブラジル側と両方からこのイグアスの滝を見ることができます。ちょうど26時間ぐらいかかるぐらいまして、タイルもそういうぐらいかかるんです。ちょうど日本の真反対にあるブラジルので、なんかで昨晩書いてきたマスですね。その時にブラジル日本会議が日本会議からなんか私にですね、名誉顧問賞とかいうこういうものをいただきましてですね、まあ、ぜひまた来てくださいと言われて、オリンピックブラジルで開催の時が来ますというふうに言っていました。また別になりますが、今度1月5日に例年2ページの産経新聞を出してますが、今度はここはオプションの
代官山、ほとんど一億二億ばかりですけど、まあ数千万円いくらかありますので、まあこちらはあのだ、まあ今年になりますけど、まあ今で言うと来年のですね、歌舞伎六百日に、再来年、まあこの米国は来年、本年来年再来年順番に。400〜5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 00〜